うわ、なんかおるやん。カーペットの下でなんか動いてるやん。なんやねんもう、気持ち悪いなぁ。とやぁ。どうや、桜怒ったら怖いねんぞ。なんや、まだちょこちょこ動くんか？ちょいやぁ。とやぁ。かぶって言ったったぞ、痛いか？痛いやろ？やめてほしいならおとなしくすることやで。動くなっちゅうねん。なんなん、この変な動き、気持ち悪いなぁ。一体このカーペットの下には何がおるんや。やるしかないか。やっつけて、カーペットから引きずり出すしかないな。戦う気ないように見せかけて。おやぁ。よっしゃ噛みついたったぞ。桜の噛みつきめっちゃ痛いやろ。お父さんなんかこれ一発ですぐ謝りよんねんからな。うおぉ。あかん。全然ダメージを与えられへん。じゃあこれならどうや。くるっと回転してからの噛みつき攻撃。あかん。顔めっちゃかゆい。うわぁ、なんか迫ってきてるやん。ここかこらぁ。おかしいなぁ、ちゃんと噛みついてんねんけど。今度はこっちかぁ。あかんわ、強すぎる。ママ何見てるん？今大変やねんで、この下にものすごい敵が隠れてんねんって。ぬわぁ。今度こそやっつけたんねん。あれ？待てよこれもしかして。ちょっと確認してみるか。おいしゃー。痛い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 。痛い痛い痛い。やっぱりや。これママの足やん。散々ビビらせやがってママの足ってわかったからもう怖くないねんからな。桜知らんかったから結構強めに噛んでしもたわ。めっちゃ怖かったんやぞ。あ、ちょっと待って。あかん、背中めっちゃかゆい。あれ？もうバレた？さっきやっと気づいたわ。あかん、首めっちゃかゆい。さくら。ん？なにママ。さくら最初怖かったけど、ママやってわかったら一気に楽しくなったわ。また今度この遊びしような。お父さんとこの遊びしたら、カーペット越しでもあの臭い足の匂いに、桜耐えられへんやろうな。あかん、考えるだけで吐きそうになってくるわ。